のためにもう一度、そうか、 iPhone はこの中で充電中か。こんにちは。どっから来たんですか？住んでるの横浜で10日休み取ってこっち来たんですよ。どっから？走り始めたのは能代から。能代だったら今日6日目です。岩手かい？いや、秋田の西側の、で、これビデオで録画しながらやってます。どこでやったの？あれ？今日は脇の沢出てきました。そうそうそう、だからどこだったかな、6つからまだこっち来たのかな、6つから、昨日脇の沢、フェリーで脇の沢に来て泊まって、で今日そこからこっちまで来ました。だから今朝私何時会ったの？こっち来るの？あれ？そうでしたっけ？で、今ここです。もう少しで大間崎に着きます。今日は大間崎泊まるのか？ね、あそこキャンプ場の無料のがあるんで。寝袋で泊まるわけ？そうです、これテントもあるんで。テントどういうもんで、濡れないもんですか？濡れる、ちゃんとしたテントで、高山キャンプでもできるやつですを街中で使ってますけどね。高い山に登って冬山でもできるようなちゃんとしたテントなんですよ。それを道の駅とかで使ってます。2人用なんですけど、1人と荷物が入ったらちょうどいいぐらいです。それに寝袋3眠、ね、眠ってるわけ？そうです。でもまあ今寝袋いらないですね、暑くて。こっちこんな暑いの珍しいって聞きましたけど。珍しい、異常異常ですよね。だからもうテントの中にマット敷いてそんだけで寝てます。でやっぱりぐっすり寝れるもんですか？そうですね、別に宿で寝てもテントで寝てもあんま変わんないです。一昨日はキャンプ場の炊事場の中に泊まって、ちょっと道の駅に行ったらそこの人が教えてくれたんで、雨が降ってた日だったんですよ。で、雨しのいで、ただし船虫だらけだったんですよ。船虫、海辺にいるゴキブリみたいなやつ、あれが炊事場の中にいっぱいいるんですよ。でテント張って寝たから中には入ってこないんですけど、夜時々ボトって音がして、あとなんかすぐ外の壁の外側でガサガサ言うからうるさいってピッてやって。寝れるのやっぱりその人にあるんだな。まあ寝れるかどうかは慣れとかあるんですよね。いや私もテント4人用のテントをキャンプ用のやつ持ってないけど、まだ、ね、一度も使ったことない。だからこれよりでっかい2トン車 のダンプカーにプレハブで作って、ね、それで寝泊まりしながら歩いてる。車の中でってわけじゃなくて、プレハブ長さ止まってる。この車の後ろにプレハブ積んで歩いてる。キャンピングカーみたいなもんですね、じゃあ。その代わりもちゃんとしたその仮設住宅みたいなのが後ろにくっついてる。へえー、そうキャンピングカーってなんかむちゃくちゃ高いらしいですね。400万とか500万とかするんでしたっけ？買ってもでも数字しか使えないし、それいつも実用的に使うんであればいいけども、あと冬は使えないし、買ってもいいもんね。道の駅で見た人は2、3人ぐらいのハイエースを改造して後ろが部屋になってました。しかも畳敷きので、ちゃんと下に収納があって炊飯器が置いてあって、で電源切れても使える冷蔵庫を置いてあって、で自炊しながら旅行してるって言ってましたね。もう60歳ぐらいの人かななんですけど、もういっぱいいますね、そういう人たち。ねえ、ご飯はどうしてる？だいたいスパゲッティ茹でて食うだけですね。あと一昨日そのキャンプ場の炊事場に泊まった時には鹿児島ラーメン袋入りのやつを
100均で買ってきた2食入りのやつを食ってました。でも今日の昼はいいもん食ったんですよ。途中の、福浦港ってありますよね。あそこの食堂で、歌舞伎丼って言って、海鮮丼があったんで、そこでお茶ももらってきました。冷たい麦茶。まだこんな入ってるんですよ。詰めていきなさいって言われたんで。ん？何を？縫いど岩っていう仕事だ。ああ、そうそうそう。縫い堂食堂ですね。そうそうそう。はい。あ、それは大体温泉探して入ってます。温泉というか銭湯探して。今日は馬崎のとこに、370円の夜9時までやってる風呂があるんですよ。それ目指して。今まで風呂入れなかったことは1回しかないです。目当てにしてたホテルが、なんか海水浴場の前だから、外からのお客さん断ってて 入れなかったことあるんですけどね。そっか。まあ最悪、濡れタオルで体拭いて我慢して。そうすれば、雨で例えば、ねえ。どこも動けないときには、もうそのテントの中にいるわけ。そああ、の今回1日停滞したんですけどね。どこだったかな。12湖とか白神山地の入り口とかありますよね。あそこんとこの宿が噂が流れてるだけなんですけど、自転車乗りだけ食堂で食事をしたらただで泊めてもらえるっていう。そしたら本当に泊めてもらっちゃって しかも2泊させてもらいました。で、夕食代は1000円とか2000円出したんですけど、他の泊まり客の人用に用意された夕食のついでってことで、同じグレードの食事もらっちゃって というとこに雨の時に2泊してました。まあただあんまり広まったらあれだから黙っときなさいって言われたんですけどね で親切されましたよ、あそこで。でもまあ本当に雨が降った日でもできるように、これって防水なんで、今回の深浦の辺りで記録的な豪雨があったんですけど、あん中走って大丈夫でした。そりゃもうどこもがね、じーっとその中にいるわけ。いや、一応2泊した時も近くの12個は見に行きました。この濡れても大丈夫なようにして。まあせっかく休み取ってきてるんで、そのぐらい雨の日でも楽しんどかないともったいないんで。頑張って。今日どちらに帰られるんですか？今日はこれから。いやいや、すぐそこへ彼を送って、また次ああ。引き返す。引き返してどこまで？債務なんていう。あ、じゃあすぐ近くなんですね。なるほど。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ。さて。今朝どこでやったんだったかな。16時45分456。あそこ456って言ったって、音は PC の音で撮ってるからあまり意味ないか。ちょっとまた待たしたな。なんか言われるな。枠取りで。動かない。あ、来た来た来た。遅い。
し。この時間になっても日にずっと当たり続けるとじりじり暑いな。早く風を受けたい。早く。なんか妙に遅いな。やっと来た。かな？来た来た来た。うわー、読み込み遅い。場所の問題かこれ。はよはよ。早く。まだ来ない。ツイッターツタンツイッターで早く早く放送画面の読み込みが遅い。うわ、まだ半分いってない。どうなってんだこれ。うわー、来ない。どうなってる。こっちに入れといて、まず PC、あ、そっか、スタートしなきゃダメか。うわぁ、ちょっと少し移動しよう。よいしょ。ちょっと待ちよ、ちょっと待ちよ。ダメだこりゃ。よいしょっと。もう夜中ですね。外資海岸か。ああ、なるほど、赤いな。よいしょ。お、まだ読み込んでる。ちょっとまさに質問。また掘ってる。どんだけアップダウンあるんだ。なんかこれ PC がむちゃくちゃ重くなってるのかな。よっと。
よいしょ。はあはあはあ、どうだろうこのピークあたりで、今のも見せられてよかったのにな。どうだ、終わってね、再接続てか一旦これ切った方がいいな。さあ来い、来た来た、読み込め、なんで来ないんだ。なんで、ちょどうなってんだ。もうちょい移動するか。ていうかコメントはこんなにスラスラ来てんのにな。焦るなあ。ああ、クオ。でもこっち側のツールの問題だからな。函館、え？そんなフェリー安いかな？地元民割引があるとしても。自前の船出したら別なのかもしれないけど、よいしょ、なんで来てない。なんで、あ、間違えた。転送速度問題ないっぽいな。ちょっと iPhone 出して Twitter で状況報告しとくか。よいしょ。今日はちょっとひどいな。今日もかな。まあいつも通りだな。画面が出なくて、コメも打ってます、出ません。枠取り直しますと。
ネットワーク転送速度は問題ないな、これは。配信画面が ちょっと待った。じゃあマイペース。これなんかサーバーの方の問題ないかな。まずは PC 再起動しよう。すまねえ、あと10キロなのに、もう5時なのに。あ、またやってしまった。また PC 側の録音停止せずに PC を落としてしまった。ってことで今動画の方は GoPro 本体のマイクの音になってますね。あ、間に合った。これをステップして。ファイルが壊れるな。ファイルが壊れるのを防げた。時間取りたくないな。
どうだ。よし来た。よし。今度こそ。どうだ。いや平日。来ましたね、これで迷惑は大変失礼しました。まず迷惑の状況としては、今度は大丈夫です。さっき放送操作画面が出なかったんですよ。で、ネットワーク回線、速度の問題かなと思って移動しながらやったんですけどダメで、で、いろいろ試してみるとネットワーク速度問題なかったので、30起きること、なんかあんまりそういうなんか信者ティックな褒め言葉は言わないでください。今ここは出してたはずですけどね、ダメですか、言ってないですか。ニコ生の可能性もあると思うんですけど、どうかな。じゃあ今ここもう一回、5時ですね、結局6時になるな。信者ティックはやめてください。で、ちょっとまだ GoPro、 またスタ、GoPro じゃない、音声の方を合わせなさなきゃいけない。一応時刻と17時3分25、26、27、いや、そういう褒め言葉はですね、私の精神にも良くないし、叩かれる元にも、叩かれネタにもなりますから。せーの、よし。たまにカメラ、そうですか、よし。あと10キロ。ま、取り直すか。何も、何の問題だったか分かんないんですよ。配信ツールの放送画面を出すところに何も出ない。編集点。カチンコです、今のは。大崎じゃなくて大間まで。画質は今大丈夫ですかね。残りが多い。ん？残り？残り手何でしたっけ。そう、カチンコ、ああ、カチンコって書くと NG になるんだっけ。影の頭の上にもついてますけどね。いらっしゃいませ。もう少しで大間です。あとですね、大間のスーパーといえば、確か、そう、今日中に着く予定です。カチンコ。確か、スーパーのマグロが、なんだっけ、8時、あ、前田ストア。8時以降になると、半額とかなんかそういうこと書いてあったと思うんですよ。まあ、売れ残っていたらなんでしょうけどね。よし、下り坂。細かいアップダウン多いですよ。フラットのアップダウンが。と、ライダーハウス情報に書いてあったのが何年の情報だったかな ?2011 年じゃなかったかな。あ、マグロ、いや、時期かどうか知らないです。ウニはちょうど終わったところっていうの分かりました。あ、ネロさんなんかマグロの写真よくやってますね。ん？あ、なんてなんて。あ、醤油ない。食い焼き、どうなんだろうな。醤油はなんかスーパーとかで小さい醤油買いたいですね。でもわさびまで買っていくとなんか、調味料だけ増えて、ほんのちょびっとしか使わないですからね。こんにちは。あ、お久しぶりの人いらっしゃいませ。あと毎回お久しぶりって言ってませんか。違います。ん、何が旬、小さいの、あー、そうかも、確かにそういうの選べばいいか。そう、小さいボトル、わさび、あー、刺身セットだったらついてくるかもしれないですね。おー、市街地になってきた。でもまだ10キロぐらいあるから、iPhone 5、今んとこ特に予定なし。市街地。無料？あ、醤油。ああ、どうなんですかね。私はかなり醤油ザブザブ派ですね。フェリーに、
ああ、大好きってわけではないけど好きですね。今日は野宿。担当に。くれるっていうのは、おこっぺのあたりが何でしたっけ、西おこっぺとかおこっぺとかあのあたりの話ですか、今のは。何でしたっけ、電波いい日。いや、今日はかなり悪い日です。大間の近くまで来てようやくつながったんで。あとさっきですね、枠取るまでに随分時間が経ったんですけど、キャンプ場です。調理配信は、今ここダメですか。反動が。うん。もううまいマグロの刺身食っちゃったからな。で、さっき前の枠、前の前の枠と前の枠との間の隙間はですね、軽トラが突然横に止まって、枠取りとかいろいろ処理してたら、今朝は木の沢のあたりで会ったっていうトラックのおっちゃんとお兄さんから声かけられまして、先生、私は全く覚えてなかったんですけど、どこで会った人だったかな。で、もうこんなとこまで来たのかって言われて、そっからまあいろいろ話してましたね。キャンプをどうしてるとか、その手の話をずっとしてました。それが10分ぐらいかな。交通監視所大間原、今大間原子力なんとかって書いてあったな。大学生、学生と間違えられたのは今回また1、2回あります。マジでカメラ人間いい人そうですね。本当によく話しかけられるよな。放送のことはあまり説明 せずに自転車旅行のこと説明しました。青森だから。今ここ来ました。勉強してれば、うん、シャンキだ。予算節約とあとは面白いからかな。男の夢かな。そこまでか。まだおかしいですか。万事麦しずく高級発泡酒。のんきな学生のようなのんきな顔ってあるんですか。万事、釣り旅行、いや陸路で、陸路でっていうのは昨日はカイロで、カイロ、津軽半島から下北半島に渡りました。年齢不詳、多分、コーラ影、今来ましたね。何が厳しい。いや、ここ OK ですね。ここに来れてた、もう函館に行ってると思います。Tomorrow evening you are in 函館っていう風にペアレントさんが言ってましたから確かトモローイブニングって言ってたよな。トモローイブニング函館って言ってました。明日の晩には君は函館にいると。顔だけ、また軽自動車の話か。軽自動車が多いというのはそんなに 特徴あるんですかね。前も言ったけど、なんかそんなに都会の方で重自動車が多いとは思わないんですけどね。田舎だからというよりは、今の時代的にじゃないのかな。それともやっぱ車に詳しい人が見たら全然違うんですかね。私はその車の種類が都会と田舎とで違うっていうのが全く分かってない。軽トラは別として、軽トラは確かに多いの分かるんですけどね。歩いてる人は少ないですね。軽トラ、私も軽トラが一番、維持費とかどうなんだろう。軽自転車そんなに軽くないという話じゃないか。自転車の場合は軽の方が値段高くなりますからね。海峡ライン、海峡ラインじゃなくて、私は海沿いの道を走ってますかね。今は一応予定ルート通り。兄貴が引退ですね。誰ん
燃費が、ああ青森ナンバーだと思いますよ。陸奥とかかな。青森ですね。アナッパさんこいで疲れました。今のも青森ナンバー。今来ていってらっしゃいませ。八戸は結構遠いんじゃないですかね。これも青森ひまわり青森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  100% 青森ですよ。うん、本当に全部青森ナンバー以外今全くないですね。あ、八戸あった。1台だけ八戸ありました。くらいですね。ほぼ青森ですね。陸奥ってのはないのかな。陸奥市の陸奥。マグロ、マグロ。八戸の方が近い。え、あの青森出るよりですかね。そうなんだっけ。青森で酒飲めないんです。湘南ナンバーいた。湘南ナンバーが今通った。どこ走ってんだよナンバー。うん、違う。うん、ん？青函ソイ、そうそう。リンゴの木は見てない。果樹園見てないな。浦島太郎になりそうです。親近感。中古車どうですかね。うん、ケチャン。神奈川県。半額マグロを探したいですね。あるのかな本当に。親近感は山の中歩いてたりしてもそうですよね。あとこのフェリー乗った時には、昨日フェリーか、昨日フェリー乗った時には私、中山駅の、横浜線の中山駅の隣の東海市場駅から来てる人いたな。あ、そうそう、横浜ありますね。横浜町は確か道の駅あるんですけど、そう、自販機はもうなんか良くなってきました。とりあえず大間崎まで行こう。夕日がちょうどいいぐらいじゃないですかね。アップダウンあるよ。国道駅、ん？左。今のとこ左に行ったらどうですかね。自販機かきピー割れ。つくばの方ですね。左、左。今日は風呂あります。あ、左の方良さそうだ。左行こう、左行こう。よいしょ、教えてくださってありがとう。今まで魚をありがとう。ん？料理？カップ、あの、棒ラーメン2回茹でました。そうか、途中のアップダウンのとこばっかり、あの、ルート取りの時に気をつけてて。あ、キャンプ場の多分近くだと思いますよ。海の温泉、塩水のってことかな。電波みたいですね。オブジェ、マグロオブジェでしたっけ。お、今日は料理は多分今のところ夕日ですね。でもこれどうだろう、水平線のところは、こっから水平線だと、あの、津軽半島が邪魔になるな。津軽半島に沈むところが見られますかね。また悲しい人か。あ、ダメじゃないですか。社有地ダメじゃないですか。って行き過ぎた？行き過ぎてないよな。何これ、どうなってるんですかこれ。
電源開発株式会社って、あ、本当だ、大間原子力建設所って書いてある。原子力建設所って原発作ってるとこなんですかこれ。地図だといけますよね。あ、でも確かに道ここから先点線になってる。なるほど。あとはさっきの道行くしかないな。J パワーとは書いてないです。電源開発株式会社って書いてありますね。残念。でもどうだろう、これ買い取られる前はどうなってたんですかね。地図で見てもあの点線でした、道が。誰、山本太郎。あ、中止。じゃあ土地だけ今確保されっぱなしの状態なんですかね。まあこのご時世だったら。さっきなんか、まあ結構、海峡ラインを走ってきたつもりです。ゆっくり休むがいいさ。魚の、いや全然しないですね。あ、かわいい。あ、かわいい顔してますね。かわいい。吠えないですね。ちょっとあの、さっきあの、食堂では犬撫でてきたんですけど、ちょっと自転車降りてまで撫でる気にはならなかった。かわいかったですね。吠えなかったな。珍しい。なぜか吠えずに、なぜかって。やった。ペットは自分で飼ったことはないですね。わっさー。わさおは見られませんでした。退勤後と出勤前にしか行っだったからタイミングが。ぬー。犬もそうかもしれない。人柄と同時に犬柄も。つけは。登る、ゴキブリ繁殖してるかもしれない。確かにそういうのはちょっと想像しますね。わさお閉まってましたね。裏手にわさお小屋があるんですけど、わさおハウスが、そっちのにもいませんでした。結構あの勤務時間短いらしいんですよ、わさおは。何時から何時という情報見つけられなかったけど、なので確か朝9時ぐらいに行った時にはまだ出勤してきてなかった、飼い主さんの家からいつも連れてこられるらしいですね。軽トラででしたっけ。そう、じわじわ登ってます。疲れてんだよこっちは。そう見られませんでした。ワサオハウスの上に白い猫がいただけでした。自転車知らない叫ぶシャウト。あとどんぐらいだ。シャワー、風呂入りたい、体洗いたい、風呂上がりの状態でクーラーの効いた部屋で涼みたい。
クーラーの効いた部屋で涼みたい。いらっしゃいませ。人生で気持ちいいことの、トップ10のうちの一つに入る。風呂から上がってクーラーで涼む。ん、民宿。今日は一応野宿の予定です。で、せっかく持ってきたテント装備が無駄になるじゃないですか。気温は今は20度前半もないぐらいじゃないですかね。20度切ってるのかな。九州の田舎、筋肉痛のケアはほとんどやってないです。今日はかなり疲れたから明日が不安です。どこの、30度はないですね、こっちは全然。あ、旅放送できてない日が多かったですからね。藤岡弘、涼しいです。大事に。そう、鍵かけないってユースホステルのペアレントさんが言ってました。車も家も鍵かけないんだそうです。足も慣れれば結構そうですよね。まだ登ってますよ。標高40近くまで来てしまった。いらっしゃいませ。テントは寝るだけですね。寝る以外に何かテントを使って、なんだ、かけずに。日本一の砂丘は去年行った。電波、今回の放送は月曜日までですね。まあ電波があればですけど、月曜日の夕方だったかな、3時ぐらいだったかな、の新幹線はやぶさで新青森から東京に戻ります。微妙だな。尻屋崎も行きたいですね。尻屋崎に行くのは明日か明後日か。もうこの旅は、日程的に言ったらもう今日で折り返しでしたね。悪魔。そう、祝日なんで。今日の放送は大間崎に着くまで。まあ、キャンプ場に着くまでかな。今日は昼間放送できなかったからバッテリーまだ使ってもいいので。ハヤブサ、本数少ないですかね。かな。まだ4日あります。まだ4日あります。金、土、日、月。台風確か5日後とかに来るんでしたっけ？キャンプ場から2キロっていうのは、飛び出し坊や。悪魔が。今日行った仏ヶ浦のとこも熊いるらしいですからね。あの辺りで作業してる作業員の人はみんな、熊鈴と、あと、熊、対熊スプレーを腰にぶら下げてました。月曜頃、じゃあもしかしたら最終日走れないかもしれないですね。いや、でも雨だけだったら走れることが分かった。放送はできないけど。最初の3日。まあでも確かにネタ的にはそうですね。防水バッグがこんだけ完璧であることが分かったし、あと防水バッグの使い方もなんとなく分かった。雨が降ってる中で開けちゃいけない。てか開け閉めするの前提じゃないんですね。完全に密閉した状態でもう雨が止む一日の終わりまで密閉したままにしとかないと完璧な防水にはならないですね。そう、 GoPro 曇っちゃうんですよ。雨がむちゃくちゃ降った時は若干楽しかったです。充電宿にいた時だけで、まあ2日分ぐらいバッテリー持ったり持たなかったりです。でかい外部バッテリー2個とパワーポンドっていう細長いやつも2個持ってきてます。バッテリー関係と充電関係だけど、何キロ持ってきてるかな。で、これいつまで、これ平地になってるか今。
暑いのと大雨、トントンですかね。タイヤ、いや、今まで 1.25 インチも経験してたんで、あんま変わらないです。旅中、グリスアップというところはしないですけど、フレームパーツとか拭くのと、チェーンを一旦拭いて、油差し直すぐらいはしました。すすきが。結構今日、あれマラソンの練習ですかね。学生さんかな。いつの、17日の15日だか17時だかそのぐらいの行って知りて軸児童ぐらいの年齢ですね。多分上りというか今多分これ平坦です。ほとんど標高上がってない。元気出る。本当に皆さんお好きですね。ペース。お風呂だけ。そんな器用なことできるか。まあ、工夫すればできるでしょうけどね。後ろに。登ってるよ。私もなんか見た目登ってるように見えるんですけどね。標高上がってないんですよ。あとペダルの負荷も全然ない。お色気シーンで、マラソンで走ってる人がいるだけでお色気かよ。何ポジション？3、あと3かな。そのぐらいの時間ですね。新幹線はノーマル。静香さんの入浴シーンはちょっと体がな。コメント急増。電波いいみたいですね。大間崎の周辺は電波 OK。 男なら あれってなんだっけ、明日のジョーだっけ。今晩放送多分、月役やります。野宿は大間崎の近くのキャンプ場です。輪行は自転車代は普通取られないです。ただ路線によってはまだ手荷物料金260円取ってるところありますね。今日は野宿です。いや、多いというかたまたま並んで走ってるだけだと思いますよ。いつもこの辺みんな走ってるわけではないと思います。青春ですね。撮る、天竜浜名湖鉄道では撮ってました、数年前。こちゃん、のび太くん、できすぎじゃないってことか。合宿地どうですかね。近くに学校があるとかそんだけじゃないのかな。そうそう、できおー、なかなかいいタイミングじゃないですかね。夕日が。猫さんの隣、多分開かない。色いいですね。目で見てもちょうどいい色してる。おお、どうだろう。でも、大間崎に着いた頃には暗くなってるかもしれないですね。大間崎に迷わず、グラさん。いや、私、グラさんは、北に向かってます。北に。また交通監視所、原子力開発のあれは何なんだ。お疲れ様です。次は取ります。そこでちゃう。ハッピードラッグ、なんか名前やばいな。ハッピードラッグ、
ワクトリー、ワクトリー。お客様です。次は温泉どこなんだろうな。まあとりあえず大間崎だな。大間崎の夕日を見に行こうよ。ここ左か。よいしょ。ああ、太陽が隠れる前に行かないとな。はよはよ。でも確かに日没1時間後ぐらいだよな。日没は17時51分。あれ違う違う、1時間後じゃない、18分後だ。下北半島じゃないや、津軽半島で隠れるからもっと。ああまたまた配信画面が。こんな時に。早く。ああ。やばいなこりゃ。早く。ダメだ。とりあえず行ってからなんとかしよう。ツイッターでもいいや。場所が見れなきゃ意味ないじゃないか。しかし間に合わんか、これまだ距離結構ある。本当にこっちでいいのかな。ここでは慌てずに。
した。あー、いい匂いがする。あー、もうすぐ沈む。よいしょ。あ、ダメだ、これ岬に行ってたら間に合うか。仕方がない、夕日だけ先見とこう。きれい。ツイッターで、よし、沈む。てか雲に隠れるな、あれは。大間崎まではあと、3キロぐらいあったな。
暗くなるな。ん？今頃なんか来た。遅いよ。5分経ってます。なんだろう、ってことはサーバー側の問題か。結局ですね、夕日は自分で見に来て、ツイッターの方に写真上げて、で一応じゃあもう一遍放送つながるか試してみるかってやったらつながりました。サーバーの問題なのかな。もうさっき太陽は見えなくなりました。これから暗くなる一方です。告白よいしょ。夕日を、まあ、ツイッターの方に写真あげたので終わりましたね。暗くなりますよ。じゃあデジカメで撮った方の写真を、夕日終わりました。いらっしゃいませ。クレーンが、これはこれなりにいい味出てると思いますけどね。こんな感じでございます。チラチラしてますね。これがあの沈む瞬間のやつです。日の出と日の入り、こんな感じでした。やっとなんですかね。赤い星、太陽系の太陽です。というわけでもう、大崎まであと3キロぐらいあります。カモメみたいなのが鳴いてます。カモメ的なのが下、ここはもう海の出っ張ってる取っ手のとこですね。腹減ってきたな。よっと、あと3キロで大間崎なんですけど、夕日は大間崎で見損ねたんで、明日の朝大間崎に行こうかなと思います。とりあえずはキャンプ場探すかな。そう、宿泊地でテントを明るいうちに張れたらその方がいいですからね。お店、まずはテントの場所。ハッピードラッグってありましたね。なんか名前的に少しやばくないかっていう。キャンプ場はどこにあるんだったかな。確か岬のすぐ近くなんですよね。てかここ電波悪いのかな。左、フェリーどこだろう。あっちの方なんですかね。でもフェリーは見当たらないような。晩ご飯はなんか適当に、はい、テントサイトに、あ、そこはフォーカスぬるぬる、あれ電波いいのか。テントサイトだったらもう本当に突端の方ですね。とりあえずじゃあ大間崎に行ってしまえばいいか。台風そんなすぐ来るのかな。さてじゃあ、あとは暗くなってきたし、ライトつけてゆっくり行こう。よしというわけで、残念ながら夕日は放送ではお見せできませんでした。キャンプ場はどのぐらい人がいるんですかね。空は綺麗ですね。よし、大間のマグロまだ前あの宿で食べたのにマグロの刺身がついてて、それはえらい美味しかったんですけど、それが大間のマグロかどうかは知らないです。あと大間っていうブランドがそこない重要かどうかも知らないんですけどね。別に大間のマグロじゃなくてもうまいのかもしれないし。
お、学校帰りかな。ああ、夕食の匂いがする、うまそう。はあ、あ、うん。あ、ちょっと今おなかったな。青森は津軽海峡を冬景色。うん、夕食はなんか、シチュー系の匂いでした。たまらん。期待するもの？マグロ、うん。ああ。You are shark。今日は大間崎のテントサイトです。キャンプサイト？テントサイト？ってとこです。カレーいいなぁ。シチュー。増殖センター？養殖じゃなくて？なんすか増殖って。シチューうまそう。生地、あ、食料はパスタぐらいしかないです。あれ食べてないですね。一級食堂、一休み食堂か。飯盒炊爨はやってないんですよね。まあでも米炊けることは炊けます。あの炊くための道具は持ってます。北海道、うん、マスター、そうですね。いらっしゃいませ。高速。今日パスタかな？だって食材それしか買ってないし。あ、あと思い出した。カレーある、カレー。お、マグロ丼1500円。なかなかしますね。なかなかのものですね。確か前、気仙沼で食ったのもマグロ三色丼で1500円だか2000円だかいうの食べましたね。あの店員さんが綺麗だったとこだ。うん、カレーパスタ考えてます。ごま油の匂い、ごま油の匂いがした。ふざけんな。ごま油で何かを炒めた匂いがした。ん、あ、なんてなんて、しゃもじ。その大きなしゃもじっていうのはそのテレビのネタですかね。お、夜配信多分やります。パンクしてないです。よっと。隣の晩御飯がその大きなしゃもじがトレードマークなんですかね。おめぐみよ、うわー、ん、野生かかけるだけで。あ、そうそう、ごま油うまい。匂い美味しいですよね、あれ。あ、これはスクリーニングか。いっぱいですね、この油。ああ、ひらめ。あ、そうだ、スーパー途中にあるのかな。スーパー途中にあるんだったらテントサイトに行く前に買っといた方がいいかな。吉田スーパーでしたっけ。わあ、ちょっと吉田スーパー検索してみよう。あんまり手前にあるんだったら、まあでも1キロぐらいだったら別に自転車だから関係ないな。フェリーはもう終わってるんじゃないですかね。それスーパーで検索しよう。マグロ日和。ファミリーマート佐藤大間店、北東大間店、前田ストア。あ、前田ストアってこれか。もう行き過ぎてるじゃないですか。前田ストアはですね、ちょっと待ってくださいね。ライダーハウス、これどうだ。ライダーハウス八の巣、ん、後ろですね。うん、ちょっと待ってくださいね。あれ、確かこれの中にあったよな。青森の中のライダーハウス情報だったっけ。手前ですね。ちょっと待ってください。マイストの話だったかな。あ、八の巣のこれ。
3.3 キロ。マイケン誰？蜂の巣の中の今夜の間はキャンプ場。うん、あの今日は全然雨降ってないです。無料キャンプ場。前なの後ろなの後ろ。今グリーンストアがありましたね。グリーンストアってあれ食材いろいろ売ってるのかな。ちょっと待ってください。確か調べた情報を再確認してます。あ、早めに。そうですね。やっぱ先行っとくか。うん、確かに営業時間もそうですね。椿山、違う、これ違う、違う、違う、違う。早く、早く、早く。どれだ？あ、でもあった。大正木テントサイト。コメント14件。ん？ 18 時、あと7分ですね。でも確か8時以降がどうとかって書いてあったんですよ。口コミ情報に、佐藤の方は8時過ぎると刺身半額になります。佐藤、佐藤。スーパーは佐藤がある、佐藤。あ、道なりで。海峡センターで入浴後に寄ってみるとお買い得。8時過ぎると佐藤。佐藤どこ、佐藤。なんか今子供がすれ違いざまにすげって言ってた。すげって。佐藤。佐藤ドラッグ。佐藤スーパーって検索出ないですね。どこ？あと、あ、海峡保養センター、これか。海峡保養センターの近くのファミリーマート佐藤大間店っていうのがあるから、じゃあ、すげえ。いや、やっぱりテントサイト先に行って、テントの骨組みだけでも立てとこう。まあ、ファミマもあるから、うん、珍しいもの。珍しいってなんだ、珍しい。うん、地元塾、地元塾。NHK が、私がやってることは何ですかね、プライベート日野翔平みたいな感じで説明が今のところ通じないんですよ。あのほら、日野翔平さんが自転車旅行の番組やってるじゃないですかって言ったらポカンとされてそんなに知られてないんだね、やっぱ BS のやつだから。ファミマがあればとりあえず安心ですね。ああ、GPS がハング。GPS ハング。ないよ。PS ですよね。電源もオフできない。あ、ちなみにこれ、あの、チョコレートカラーのエネループでございます。関係ないけど。流れいっている。新しい。ここにいんな。大間崎はまあとりあえずあれのって日野翔平じゃあそんなに評判悪い人なんですかね。PS やらないの何何。私も見たいんですよね。おな、風呂に入りに来るのに片道4キロぐらいか。ん？女性関係。ああ、なるほど、確かにそうか。早めに。うん。でももうこれだったらテントを立てた時点でもう暗くなりそうですね。グリーンストア、いや、さっきグリーンストア目の前通ったんですよ。
グリーンストアはそんな売ってる有名なとこなんですかね。だったら後で行きます。あ、まあ後でもう閉まってるかもしれないけど、夜の配信多分やると思います。あ、孤独のルーム始まります。あ、じゃあ見る見る。お、素泊まり3000円いいな。吉田類8キロ往復8キロまあ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 かな、アップダウンがなければ。はあ、6時もう日が暮れました。はあ、地吹雪、ああそうですね、冬は厳しいんだろうな、厳しいんだろうな。イントネーションがおかしい。吉田類、いやそれでも意味わかんないです。吉田類、人の名前ですかねそれは。往復8キロですね、片道4キロくらいじゃないですかね、ちょっと正確に測ってないです。金庫っぽい。ん？今度は？あ、じゃあそんなに悪い人なんですか。そのあたりは全然知りませんでした。地上波でも、あ、本当に？あ、でも確かなんか最近久しぶりにトルネ立ち上げて、あの自転車で検索したら心旅が引っかかりましたね。1個ウィッキーさんがよくわからん、はあ、日本海側じゃないと。え、でもこんだけ緯度が高ければ降るんじゃないんですかね。でもそっか、札幌とかと、札幌より南か。いや、札幌積もりますよね、散々サンザッパラ。札幌も日本海側か。ん？翔平はロンドンブーツってレベル？ロンブーも実はよく知らない。飛んでいくと、うん、確かに。そこ逃げる逃げる。うん。除雪対策。ああ。何？ん？あ、6時の音か。電波どうだろう。あ、雪降りますよね。積もらない。おお。テントサイトもすぐそこだな。あれ、じゃあ3キロもないか。3、4キロもないか。マグロ乗り、マグロ乗りって何すか。マグロに乗るんですか。マグロに乗った少年ですか。猫だー、ポサイ。あー、すぐ溶ける。カプセル投げだけにしてほしい。見つかった。中猫だな、子猫じゃなくて。スーパーはだいぶ配信は、とりあえずキャンプ場に着いたら、テントサイトは、今この辺、もうすぐ大間崎です。こっち側でいいのかな？うん、必要な、そうですね。鶴瓶落とし。これに乗った。テントサイト、これの右側のこの森の林の中じゃないかな。これか？違うか。ん？何の旅？マグロに乗った初老。キャンプ場、クローズは多分ないと思います。ないな、違うな。マグロに乗った中年。大間崎。
あ、まだ食堂やってますね。あ、バイクはいる。じゃあそこだ、あれだ。六ヶ所村どこでしたっけ。あ、テントサイト右って書いてあるな。どこだ。すいません。よいしょ。本当だ、マグロいる。マグロ一本釣りの店、大間。本当だ。マグロ像がある。これ乗ったら怒られるんじゃないかな。結構いろいろ店あって、まだ開いてますね。おお、17キロ。私は泳げないんですけどね。右のあの出っ張ってるのは上にカモメがいますね。本州最北端到着。なんかな。あ、シビアル。あ、ライブカメラ。ライト欲しい。うん、そんぐらいです。北海道は、多分あそこのシルエット全部北海道じゃないですかね。あれもあれも、それも北海道じゃないですかね。あ、向こうにあの市街地の明かりが見える。どうだろう、向こうが函館かな。函館が一番軽いんじゃないのかな。怒られないですか。まあ確かにそうかもしれない。セーフポイント、マグロで記念撮影。まあやるとしたら朝かな。本州最後端到着です。ああ、本当に日暮れになったな。18時過ぎ。ほぼ見積もり通り。弁天島っていうのはあれですよね。船で行けるんですかね。ん？カモメ本物です。電波。タピ崎よりもだいぶ観光地ですね。市街地だし。やった。一片の国だし、確かに。で、向こうの方、船がいっぱい、あれは出港してんのか。最北端。よいしょ。じゃあもうテント張るところはツイッターでいいですかね。枠取りとかまたごちゃごちゃやって、繋がんねえとかやってると、日が真っ黒ってなんだ。真っ暗になってしまうんで。あ、レプグラム映ってます。あっちかな。あそこのハウス、あそこの上のログハウスの中かな。おお、あれ出港していくとこなのかな。見えますか、あの明かりがついてる船が出ていってるのが。自分撮りはあんまり。27キロ、あれのことですよね。イカ釣り、どうだろう、イカ釣りかな。この近くのテント場が野営地です。最終枠です。次の橋の予定、夜やると思いますけど、ちょっとまだよく考えてない。まずは風呂入りに行こう、テント立ててから。あ、わかります。今ですね、5艘出て行ってますね。じゃあこの枠でバッテリーに。そうですね。じゃあこの後はもうテントを張って風呂入りに行って、で、その時にマグロを買えれば買ってきます。ダメだったらパスタ茹でてふりかけかけて食うだけ。物理的には。あ、お疲れ様です。もうあと1分か30秒か、そんぐらいなんですね。バッテリー、まだ1個温存してあるんですけど、へたってる方のバッテリーなんで、明日はどんだけ配信できるかわかんないですね。お疲れ様です。マグロはこれから探しに行きます。やっと。お疲れ様です。あ、空の色もいいな。一本釣りマグロ。スーパーで売ってるもんなのかな。あ、みんなその島の手前の方行ってる。お疲れ様です。じゃあこっちが最後かな。明日のバッテリーやばいです。今日どんだけ残ってるかですね。お疲れ様です。マグロたたき。たたきじゃないんじゃないかな。ああ、マグロ漬けパスタとかもいいな。でもまあ漬けにするような
作業はできないので厳しいと思います。波はそうですね、穏やかな方じゃないのかな、これは。あ、そうそう、カモメ見えますか。カモメです。よっ、おお、あ、終わった、お疲れ様でした。じゃあ、 GoPro の方もこっちで止めます。この後テント張って張りに行きます。よし、じゃあありがとうございました。はいっと。